アンリー・ソムはフランスの画家、イラストレーターである、セーヌ・マリティーム県のルーアンで生まれた。ルーアンの私立絵画学校でギュスターブ・モランに学んだ。1860年代になってパリに出て印象派の画家たちの中で活動した。アンリー・ソムの名前で書籍や雑誌の挿絵を描いた。ソムが挿絵を描いた雑誌には、ルシャノワール、ラチャージ、ラクレーバシュ。 ラクロニック・パリジェンヌ、ハイライフ、フルー、フルー、レリールなどがある。リモージュの磁期メーカー、アビランド社の磁期デザインや、絵はがきなどの原画も描いた。1885年にキャバレー、ル・シャノワールの影絵芝居の脚本、ラ・バーリン・レール、エミグレ、ウジャメット・ロタール・ポ・アビアン・フェールも描いて上演した。印象派のスタイルや、象徴趣味のスタイルや日本趣味など様々なスタイルの、 水彩画なども描いた。モンマルトルに住みロートレックやエドガード画の友人だった。ドガに誘われて1879年の印象派展に出展した。ありがとうございます。